クラマの未来。クラマとヨン、2人は昔盗賊をしていた時の仲間であった。そして今、魔界を掌握しようとするヨミの要請を受け、戦列に加わったクラマは妖力値10万ポイント以上のものを数名連れてくることをヨミに約束し、再び人間界に戻った。おお、来たな。どうです、彼らは。なかなか筋がいい。ユースケより教えがいがあるよ。いや、クラマ。チュン、相変わらず酒臭いな。俺の技は水拳だ。酔うほどに強くなる。それにしてもびっくりだぜ。こんなに妖力がアップするとはな。でも、ユースケはもっと上に行ってんだろうな。早くもういっぺん戦いてえな。あいつは俺が殺す。この恨み、絶対に晴らしてやる。さて、話はこのくらいにして、そろそろ修行の成果を見せてもらおうか。へへ、いいぜ。俺がやるっち。貴様らでは力不足だ。俺がやろう。なんだと。まあまあ、俺も3人を相手にするのは正直厳しい。1人戦う代表を決めてくれ。なら、ここは公平にじゃんけんで決めるべ。じゃんけんだと。ふふっ、はは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 は。いよいよ雪辱を晴らす時が来て、勝つ。俺は絶対に勝つ。いいぜ。じゃんけんぽん。よっしゃ、勝った、勝ったぞ。というわけで、クラマ、俺が相手だ。修行の成果、見せてもらおう。望むところよ。レディーファイト。ディーハッ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 ハくらい。甘い。はっ。ほっ。はっはっつれっ。甘いぜ。ほっ。はっつれっ。力が。ほっ。はっつれっ。はっ。ほっ。俺を怒らせたようだ。もう負けることはできないぞ。ほっ。はっ。つれっ。てっ。ほっ。くらえる。だいぶ実力を上げたな。くそ、いけると思ってたんだが、まだまだ修行が足りねえか。当たり前だ、俺にも勝てないというの。なんだと。
てめえ、やるのか。やってやろうじゃないか。やめるべ、二人とも。正直、この短期間でここまで強くなるとは思っていなかった。もう十分だ、魔界へ向かう。ヨミの国家勢力拡大に一役買ったクラマは、それより後、その抜きん出た希望と力でヨミの軍事参謀総長となった。ユウスケの提案により開かれることになった魔界統一トーナメント。すべての国家が解散され、一人一人がただの一個人となった。そして運命に翻弄されるかのようにヨミとの戦いが始まろうとしている。次回、決着、千年目の死闘。全てにケリをつけよう。